はっちゃけた。よしよし、アンコール何がいいですかね。2曲ぐらいいっちゃう。2曲ぐらいいけんじゃない。モノクロのラブレターですよね。仲直り、暗闇の光粒。いや、スイートスイートメモリーズ。え、まあ、甘いシークレットスイートホーム。配信なんか書いてある。書いてないね。マイシークレットホーム何にしようかな。何にしようかな。じゃあ、どうしようかな。いっぱい歌いたいのあるな。じゃあ、モノクロのラブレターをまず入れますね。
てくれ。どうした？かわいい。ありがとうございます。ありがとう。おかちゃんにいじめられました。じゃあ、あ、仲直りと暗闇の光粒でいいですかね。マイスイート。え？俺あと1曲で見つけちゃったけど、練習の時間だった。大丈夫、もうレンちゃんのバッバーって最後めっちゃいいんだ。よし、押しボタンの準備はいいですか？いや、今私準備してる。もう一回、最初から。すいません。クレミの光粒。ラストのね、アンコール曲になります。
そんなね、いろんな出会いがあってね、本当にもう木更津の街でこうやってね、歌えることすごい楽しくて、もう毎回本当に楽しみにしてます。ただただね、ちょっとね、あれなのが、いつも今日人来てくれるかなっていうのがね、いつも不安でね、そう、不安になるんだけど、今日もね、こうしてね、いつも応援してくださるファンの方、そして立ち止まって来てくださる方もいて、すごい幸せです。本当にありがとうございます。ありがとう。改めましてね、こちら2023年1月15日、大きなワンマンライブを控えております。初めてのホールワンマンライブで、もう200人ぐらい入る箱なんですけど、モカの新たな挑戦ということで、10周年デビューに向かって、これからも歩み続けていきたいなという思いから、頑張って今こうして活動しております。今後ともね、皆さんに応援してもらえたらすごく励みになります。あと今日はですね、 CD は販売できないんですが、こちら投げ銭ボックスというものを用意しておりますので、もしよかったらお気持ち、小銭でもお札でも何でもお菓子でも入れてもらえたら嬉しいです。というわけで、ラストの曲、みんなで盛り上がっていきましょう。仲直り。
さん、CD 欲しいという方は、木更津イオンモール新生堂に一応置いてあります。頑張って探してみてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。モカでした。